真鍋大斗です。プログラマー、DJ 作曲家などいろいろなことを、プログラミングを使いながらやってます。サーモでセンシングする映像って、すごい味気のない、温度っていう情報で、普段はどっちかっていうと、ネガティブチェック、熱があるんじゃないかとか、そういったことで使われるものなんですけど、それを逆にグラフィックを作る、材料として扱うっていうアイデアはすごく、いいことかなというふうに思いました。温度ってそんなにすぐにバッと変わるものではないので、そこが結構取り扱い的には難しいなというふうに思いました。で、ヒートテックも着ていきなりバッとすぐに暖かくなるっていうよりは、少しずつ暖かくなって、で、ちょっと暖かくなりすぎたから、じゃあ今度サーモの値を少し下げようと思って脱いでも、そんなにすぐに急激に冷えるわけでもないので、そういったデータの特性みたいなものが時間がかかるので、すごい難しい素材だったなというふうには思います。今回は3台のカメラを使ってます。で、1台は肉眼で見ているのと同じ被写を撮影するためのカラーカメラで、2つ目は赤外線放射エネルギーを検出するためのサーモカメラで、この2つのカメラはセンサーのサイズもレンズのスペックも異なるので、価格を調整する作業が必要となりました。そこの仕組みを作る作業が今回最もチャレンジングでしたね。であと3つ目のカメラは被写体とカメラの距離を計測するためのデプスカメラでした。で、これはカメラと被写体の距離が変わってもカラーカメラとサーモカメラのキャリブレーション、画角調整を自動的に行うために必要でした。で、さらに、一つ、工夫しているというか、今回、顔の位置や、体のポーズ、それぞれの関節が今どこにあるかっていうことを、機械学習技術を使って、リアルタイムで、検出をしています。なんで、いろいろな、グラフィックを合成する前の下準備としてはこういった画角調整と、あとはそのポーズの推定、関節の位置の推定っていうのことをやってます。で、これはいわゆる下準備みたいな感じで、で、下準備が終わった後はじゃあどうやってグラフィックを、生成するかっていう点ですね。で、ここはもう本当に見た目をどうするかっていうことで、サーモのカメラで取得してるものっていうのはもともとは色がついてないものなんですけど、どういうカラーマップでサーモの情報を表示するかっていうことを、こういった簡単に操作できる UI を作成して、調整できるようにしたりだとか、あとはグラフィックをどういうものを出すかっていうことで、今回本当に簡単にボタン一つで変えられるようなものを作成して、で、撮影時にいろいろとバリエーションをチェックできるようにしたりだとか、そういったことを、工夫してます。やっぱすごい生々しいデータだなというふうに思いますね。結構普通にサーモカメラの映像を表示するとかっていうのは、やっぱその撮られてる側からするとそんなに気持ちがいいものではないと思うんですよね。なんで、このグラフィックに変換してちょっとその楽しいもの、ワクワクするものに変換するっていうことは、結構これは今回のことだけじゃなくて、もしかすると他の場所でも展開できるような試みだったんじゃないかなっていうのを思いましたね。こういうものがパブリックインスタレーションとかもっと気軽に、実際に設置されたりすると、また自分でじゃあちょっと走って体温上げてみようとか、外行って体冷やして体験してみようみたいなこととかもできると思うので、次は実際に体験してもらえる環境とかがどこかにできると、また楽しさが広がるかなというふうには思います。